芸にして、あー、それもいいかもね。結構みんなが、うん、もう一ついいですか。 OK、 もう一丁、もう一丁いきます。うん、下がりながら、皆さん今日のコーディネートのポイントありますか？サロペットと、サロペットに合わせてちょっとだけゆったりもしてるけどスッキリも着れるのを選びました。はい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、撮影だったんですけど、この衣装のポイントはありますか？なんか結構セットアップすごい好きで、自由ってカジュアルなイメージだったんですけど、なんか最近の自由って結構こういうなんかセットアップ系のフォーマルなのも可愛いですよね。あったんで、そう、なんか可愛いなと思って上下合わせて今日は決めてみました。あ、いい感じですね、似合ってます。イケメン、ありがとうございます。あの衣装コーディネートのポイントありますか？ポイントはですね、私はみんながちょっとかっこいいスポーティーな感じだったので、襟がフリフリしてるのと、あとズボンの裾がフリフリしてるところです。みんなに合わせるためにちょっと靴はスポーティーにしてみました。靴はスポーティーです。はい、あ、いい感じ、ありがとうございます。はい、バイバイ。今日のポイントとかってありますか？ポイントはまずこのこれジャンプスーツがまず一目惚れして、ジャンプスーツ、お分かりいただけただろうか、これジャンプスーツがまず一目惚れして、ジャンプスーツ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 、なんか緑が入れるっていうのがテーマだったから、ちょっとこことこのベルトもこれレディースなんですけどね、なんかワンポイントで、そう、ちょっと太めのベルトを合わせてみました。いいね、なんかその金髪にも合うよね、かわいいよね。イエーイ、撮影です。今ね、女子チームが撮影に行っちゃったので、イエーイ、待機中です。メンズ寒い、今日寒いですね。ね、今日ね、撮影の後もね、リハーサルね、するね。そう、そうですね、この後またリハがあるので、イエーイ、夜まで、夜まで一緒、一緒です、イエーイ、シュッ。そしたら、リナさんそのままで、リオさん、オッケー、そこでちょっと2人でここで、まだこっち行ける、もう少し撮ります。